皆さんこんにちは。タイ人僧侶のソムキエットと申します。どうぞよろしくお願いします。これからの時間は瞑想セラピーの時間です。つまり瞑想で内面の幸福に至るための時間です。本日も瞑想する前にある先生と弟子たちの話を紹介したいと思いますが、ある先生は2人の弟子がいました。1人目はヤミ君という名前です。もう1人の弟子は光君という名前です。ヤミ君、いつも先生は自分よりも光君のことを気にかけていると不満を持っています。先生もそのヤミ君の考えを分かってはいるんですが、説明をしなかった。ある日先生は2人を呼び出すと、近くにある空き部屋を見せました。そして次の課題を言い出しました。まず先生は2人に1人ずつ1円のお金を渡します。そしてこういう課題を言い渡したんです。どんな方法を使ってもいい。この1円というお金でこの部屋をいっぱいにしなさいと。今夜まで、時間は今夜までです。それをその課題を言い渡されると、ヤミ君はすぐ近くの市場に行って、この1円で 何を買えばいいのか考えました。そして行き着いたのはゴミの山でした。彼はゴミの山の担当者に相談したんですね。この1円でこの山を買い取りますから。ゴミの山を担当している人はすごく喜んだんです。なぜならゴミを処理してくれる人がいるんですから。ヤミ君は少しずつそのゴミの山を自分のあの部屋に持ち込み、そしていっぱいにしたんです。それに対して光君はその質問、その課題を言い渡されると、しばらく瞑想して考えました。そして彼は近くの市場に行き、マッチと線香、そしてろうそくを買いました。夜になる前に彼はその線香とろうそくに火をつけました。それでその部屋は線香からの香ばしい匂いとろうそくからの美しい輝きでいっぱいです。時間になると先生は弟子たちの成果を確認するために、まず闇雲の部屋を開けますと、びっくりしたのはなんとゴミからのその良くない匂いが充満していることです。もちろん部屋はいっぱいになりましたけど、良くない匂いでいっぱいになりました。次に先生は光君の部屋を開けると、その部屋からの線香からの香ばしい匂いですか、あとは光からの美しい輝きでいっぱいです。闇君はそれを見てすぐ分かりました。どうして先生は自分よりも光君のことを気にかけているのか。皆さん、この物語は誰が一番賢いということを表している物語ではないですね。この物語は人の異なった観点や考え方を教えてくれる物語です。ある人は物に重点を置きます。問題が起きた時に物でそれを解決しようとしているんです。一方、ある人は問題が起きた時に物で解決するよりも、その実体のない目には見えないその物で解決します。また、さっきの物語の中でたくさんの比喩があります。
มาสึอาคิเฮียวะมิยาซังโนจินเซเดสึそしてすくない一円のお金は我々の残っている時間です。部屋をいっぱいするというのはこの人生を満たすことです。満たすといえば多くの方は物やお金、財産に囲まれている人生を思い浮かべますよね。そういう方々は一生懸命働き、一生懸命たくさんのものを集めます。でも、幸せじゃなくて不幸せばかりを感じてしまいます。たくさんものを持っていても幸せを感じられません。一方、ある方は物じゃなくて自分の人生を美しいもの、価値のあるものをいっぱいにします、満たしますね。さっきの物語の中の閃光と光、ろうそくですね。閃光というのは良い行い、善行という言葉です。また光は知恵、この賢さという意味ですが、仏教の中で良いことをした後のその心地よさ、あとは瞑想からの知恵、それこそ我々の人生を満たすことができると。瞑想は皆さんの人生に目には見えないその本当の幸せをもたらしてくれる方法です。瞑想した途端、皆さんは今までの欲張り、足りないという気持ちから解放されて穏やかになります。穏やかになった心が、皆さんは生涯かけて求めてきたその本当の幸せにめくり合わせてくれますから、今日からですね、瞑想を行いましょう。ではこれから瞑想の時間に入りたいと思います。それでは、これから幸せな時間に入りましょう。まず、楽に目を閉じましょう。余計な力を込めたり、緊張したりしないように、楽に目を軽くつむってください。楽にゆったりとすべてから自分を解放しましょう。眠りにつく前のように、すべてを手放して、これからの時間は自分にとって最もリラックスできる時間だと思いましょう。今まで背負ってきたすべての重い悩みや疲れ、そのすべてから自分を解放します。サバイサバイ、ゆったりと気持ちよく楽に座りましょう。サバイとは太鼓で、ゆったりリラックスという意味です。瞑想というのは誰かと比べる必要がありません。自分の
สบายสบายนี้นะหรือทาเมโนจิกังเดสึหลักคือนี้ยุตตาริโตเดวาอิคิโอฟกาคือโอนาคาโนโอคือมาเดซุยมาโชชิอาวาเซโอคันจินาการะฟกาคืออิคิโอซุยโคมิมาสึฮักคือโทกินิวะจินเซโนสุเบเตโนโอโมยโครชิมิยะ疲れなどを呼吸とともに吐き出しましょう。さあ、深く息を吸い、ゆっくりと吐きましょう。คืนนี้ผู้กาคือสุยคอมีหยุดคุริโตอาคิมาสึจิบึงกาโจโจนี้疲れや不安から心配事から解放されていきます。楽にゆったりと本当にゆったりと行いましょう。では深呼吸をやめて自然に呼吸をしましょう。次に全身をリラックスさせます。頭から始めましょう。いつも頭で分析したり考えたり悩んでいたりするのです。その頭の筋肉をすべての緊張やストレスから解放しましょう。おでこのところや特に目の周りの筋肉、眉間のところ、頬、顔全体、全細胞の力を緩めましょう。さばいさばい、ゆったりとリラックスしましょう。首の周りの筋肉や両肩、肩の力を抜きましょう。リラックスさせて、徐々にすべての疲れや重い責任を下ろしていきます。二の腕から肘へ、手の甲へ、指先まで徐々にリラックス
させて行きます。สบายสบายになるまで気持ちが良くなるまでリラックスさせましょう。胸のあたりの筋肉や背中、お腹の周り、腰へ徐々に上から下へリラックスさせていきます。楽に気楽に落ちり太ももふくらはぎへ足の指先まで描くところの緊張感やストレス力んでるところをリラックスさせましょう。ゆったりと楽に楽にします。自分の体の重さが周りの空気に溶け込んでいくように軽くなってきてます。สบายสบายになってきてます。まるで今まで縛られてきたすべてからこの体が解放されました。この大自然の一部になり楽に自由になっていきます。サバイサバイ気楽に心地よくゆったりと休憩しましょう。サバイサバイ今自分がたった一人で気持ちよく座っています。どこまでも広がるこの広大無辺の夜空の下でゆったりと休んでいます。ゆったりとこの楽な時間を味わいましょう。もう何もしなくても良いのです。もう頑張らなくても良いのです。ゆったりと楽にリラックス、ゆったりと休憩しましょう。温泉に入っている時のようにゆったりとこの心地よさ、この安らぎ、くつろぎ感を味わいましょう。もうすべてから自分が解放されました。仕事や会社、重い責任、重い悩み、心配事、すべてから自分は解放されました。生まれてきたばかり赤ん坊のように無邪気で笑顔で溢れています。
ิโมจีนะสบายสบายดานะคิโมจีนะชิอาวาเซดานะยุตตาริโตこの心地よさを味わいましょう。楽にゆったりと気持ちよくさばいさばい自分が鳥のように羽を広げ、空を羽ばたくように、自由になり、解放されて、まるでこの解放感、爽快感、自由に包まれています。気持ちいいな。สบายสบายดานะคิโมจินะชิอาวาเซดานะยุตตาริโตคิโมจิโอคือคิวเคชิมาโชคาราดาวะโจโจนี้周りの空気に溶け込んでいき、シャボン玉になったかのように軽くなってきてます。体の中には少しのしれつさもなく、ただただ気持ちの良い広がりが溢れています。骨や内臓がなくて、宇宙空間のように空っぽであり、幸せで溢れています。そのお腹のだいたい真ん中から、気持ちいいな。幸せだな。サバイサバイだな。温泉に入っている時のようなくつろぎ感がお腹の真ん中から湧いてきてます。お腹の真ん中にはキラキラと輝いている満月のようなものが浮かんでいます。気持ちいい広がりがその玉から広がっています。気持ちいいなと感じながら、その内面、お腹の真ん中にある満月の玉を眺めながら、静かに幸せにこの楽な状態を続けましょう。
ดูว่าเมโซกะโอวารุมายนี้これから皆さんの幸せを祈りますからどうぞ手を合わせてこの幸せなエネルギーを受け取りくださいสัพเพพุทธาภะลัพพัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตどうぞゆっくり目を開けてください。いかがですか？今回の瞑想、少しでも楽な気持ちになりましたか？皆さん、今日お別れする前にまだ覚えてますか？自分の人生をどのようなもので満たすのか？もので満たすのか？それとも幸せで満たすのか？皆さん次第です。瞑想で自分の、人生を本当の幸せで満たしましょう。そうすれば皆さんはもう求めることはなく、ここにある幸せを感じることができるようになると思います。今日は本当にありがとうございました。また次回一緒に瞑想しましょう。